ホーエンシュヴァンガウ城ホーエンシュヴァンガウ城、ノイシュバンシュタイン城より、眼下に望むホーエンシュヴァンガウ城は、ドイツ、バイエルンシューフッセン近郊、方園主ンガウにある、19世紀に建築された、城である、マクシミリアン2世によって改築された。1832年、マクシミリアン2世は12世紀に建設されたが廃墟になっていた、シュバンシュタイン城を購入した。 そして4年ほどの歳月を費やし、古城を改築した。これが、宝園シュバンガウ城である。ルートビヒ二世は、幼年時代を、宝園シュバンガウ城で過ごした。この城を含むシュバンガウという地名は直訳すると、白鳥の里の意味であり、この地こそが、リヒャルト・アーグナーのオペラ、ローエングリンで有名な白鳥伝説ゆかりの地であった。こうした地元の伝説にちなみ、 方園主ンガウ城には、至るところに中世騎士伝説を描いた壁画が描かれており、ローエングリンの壁画も当然そこに含まれている。この城で幼少期を過ごした、ルートビヒ二世が長じた後、ワーグナーのローエングリンに魅了され、伝説と現実の境界を見失うようになってしまう、縁慮をここに求める研究者は多い。ルートビヒ二世は後に、この方園主ンガウ城の近隣に、 ノイシュバンシュタイン城を建築した。ありがとうございます。